大竹紳士交遊録、今日はガンバレルーヤさんお休みということで、この方と一緒にお送りします。はい、お見送り芸人紳士です。今日も来ました。はい、ありがとうございます、ね、うん、よ呼んだ？いや呼んでないよな。勝手に入ってきちゃうんですよ、勝手に入ってきましたけど、うん、いつも違うんすよ、本当に、うん、何が違うんだよ。ちょっと待ってください。うん、何でしょう。いや、テルミさんチームと大竹さんチームの、対抗戦。はい、僕大竹さんチームじゃないんですか。だから自らそうなさったんでしょ。いや自らじゃないです。反逆字が。なんで出したんですか、相手チームに僕を。すごい。番組の総意。ちょっと待って、僕待って、僕吉田さん、僕お会いしたこともないのに、そう、うん、なんで相手チームにあげんのと思って、こんなチャンピオンを、うん、いや、まあちょっといろいろこうブッキングしてる中で、はい、ちょっと一人余ったなみたいな。いや待ってください、僕完全に大竹誠チームですよ。大竹さん完全チルドレンやのに、一戦目一勝だなっておっしゃる。いや、そう、なんで僕ヒコロヒーを取って、あの50万出したら入れてやる。ちょっと待ってくださいよ。金ね、金なんですか。何でも金ね、本当に持ってんだろ。いい顔で笑ってらっしゃる。金持ってんだろ。ないです。え、車 何買ったんだっけ。車 BMW 買った、はい、買っ譲っていただいて、あれ、はい、妹さんに何買ったんでしたっけ。なんかルイ・ヴィトンの52万いやありますでしょ。もうないっす。10万ぐらい大した買ってるんじゃねえよ。違いますって。何、ダメっすよ。何や、ちお金もうないっすよ。もう借金ももともとありましたから。それ返金してる状態ですよ。おかしいよ。いや僕マジショックでしたこれ。まあそんな、ここ大した話題になるコーナーじゃない。違うんすか、うん、何ですの、うん、あの、はい、これはあのつなぎだから。これですか、うん、そう、つなぎだから、うん、当日なくなるかもしれない、ね、お前のところはな。まあ、つなぎでやってるから。トップバッターですよ、うん、僕これ。なんていうの、ヒコロヒーさんのネタっていう時間かもしれない、うんうん、あとね、として君の芸はね、あの審査員伊藤史郎さんなんだよ。あ、そうなんですよ、伊藤史郎さんなの。伊藤史郎さんも開いただろ、なんかこうちょっと、はい、ちょっとダメだろ。怖いっすね。怖いっていう、いでもなんか怖いっていうよりお前のことなんか認めてねえもん、言ってる。分からないっすや、うん、いや認めてないと思うよ。いや、なんかあの声のでかい人ぐらいしか認識ないと思うよ、伊藤さんですか、うん、いやでもそこ認められたら、うんうん、強いですよね。ちょろいみたいな言い方しないでくださいよ。いや、ちょろくないです、思ってませんって。いやいや思ってます、もう今目の開き方ちょろいって感じの。でもここでヒコロヒーに、え、あ、なんか橋十三世のジジイはちょろいとか思う。いや、やめてください、言ってません。僕やめてください、そのハメンの。ちょっと僕マジ一回も言ってませんよ。円周率千の桁まで言えるのって別に大したことないよね。いやいや思ってません。言ってました。言ってません、そんなこと。裏でそんな言ってません。僕それネタで言おうかな。ネタで言おうかな。じゃそれネタで いいのもらったなじゃないのよ。円周率のやつみたいな言おうかな。やめなさい。絶対もう本当に私ぶん殴りにかかりますよ、はい、やめてください。伊藤史郎さんファンがもう、はい、まあまあそんなんだから、はい、そんなに、あの、だからノリシロ、ノリシロって言ったらいいの、はい、ね、ケイタル君、はい、この、はい、そうですね、まあ、ちょっと調整枠かもしれない、うん、はい、いや絶対、いやでもここで逆に勝って、うんうん、何のことならここだけ歌にしてもいいんだ。なんかちょっと今流行ってる歌とか、今流行ってる、あの、いや、スノーマンとかそういうの。なんでなんすか、新一行きますよ。行きますって、もう評判いいっすから。このゴールデンラジオで出させてもらって、お見送り芸人新一のパッて出た時のツイッターの評判めっちゃいいんですから、うん、え、なんですね、本当に、みんなつぶやいてますよ。自分でつぶやいたの、そうじゃなくて。いやいや、ちゃいますよ、このリスナーの方が。お見送り芸人、あのね、頑張れるーやさん、はい、休みでお見送り芸人新一だってなったら、うん、もうみんなもう湧いてますもん。ありました、はい、湧いてます。苦情が、苦情が苦情が、いや、あの、はい、苦情で湧いてる、まあ、何個かは苦情ありますよ。ちょっとリスナーに対して湧いてるとか言うか、あ、言い方がね、湧いてるじゃない、ちょっと失礼だね。そう、なんて言ったらいい、そのコメントがいっぱいあります、うん、お見送り芸人新一が出た時だけも、本当に湧いてるってなんかウジ虫みたいな言い方で、いや、そう言ってませんもん、僕ひどいわ。そういう風な方向に持っていってるのがお二人、お三方。いや、もうとんでもない、もう美穂なんかもうお前来るって休んじゃったくらい。そうなの、さっきまでいたのね。
文化放送まで来たの、はい、来たんです。来て新一が今日来るからってことで、うんうん、そうなの、あのオープニングの原稿読んで帰りましたもん。帰ったんすか。もうなんで、あここあ楽しく喋ってたの、ね、何か芸やんないのか。いやちょっとネタ活かしてください、ね、今日ネタ、はい、ネタ今日もちょっと持ってきたんで、はい、あらギター持ってきちゃって、はいね、多分前のとなんか被ってるんで。え、なに誰、まあ、ですか。おみくるきしんさんです、どうぞ。はい、お願いします。で、願いという歌聞いてください、はいはい。世界中の平和を心から願ってる、笑顔あふれる世の中になること、願ってる。クラスで一番モテてた男がハゲるの願ってる。新車購入自慢してきた友達近々擦るの願ってる。あの女の人がずっと独身願ってる。ありがとうございました。ありがとうございます。いやいい曲。世界平和とかもうわざとらしい、もう歯の浮くようなあの心に思ってないことを歌う思ってます。そういうことを歌うからな、溢れるんですよ、歌詞が溢れる、思ってることを歌にしてるだけですよ。ブーケ取りに行った女がどうするのね、うん、ずっと独身願ってるそれあれ次に結婚する人みたいな意味があ なんすけども あるんじゃないの。なんすけど結婚式とかでこう画面つくばで私私取りたい欲しい欲しい欲しいって言ってる、うん、あれ僕見てんのきつくて失礼なやつだよね。車買ったばかりの、うんうん、車買ったばっかり自慢してきたやつが、うん、もうあの駐車場でこすんの来た人、うん、願ってる、うん、近々、うん、願ってるんですよ。もう願っちゃうんですよ僕、うん、今日お前の車10円玉でこすとやめてくださいよBMW もう、うん、はもう嫌なんですよ僕、嫌なこと多くて最近。なんですか。いやなんかね、うん、あれどうしてます、仲良くないのに後輩とかが、うん、あの子供生まれましたとか、うんうん、あのホンダスイミングスクールっていう、うん、あんま仲良くない芸人後輩いるんですよ、うん、子供生まれましたって、うん、そういう時だけ連絡してきて、うん、なんか祝儀もらおうとするんだ、あれってあげなダメなんですかね。僕1万円払いましたけど、これで、まあ、おむつ代みたいな感じでパッて払いましたけど、はいはい、ほんまは思ってなくて、その、うん、おめでとうって思ってなくて、うんうん、その仲いいよかって可愛がってたら僕払いますけど、うん、あれって払ってますか。もし将来、はい、お前が結婚して、はい、子供ができた時があったとしても、はいはい、私とエリコは仕方させて、はいはい、いやいや違う、それは完璧の持ち主ですから、それじゃそれは完璧に仕方させていただきます。それじゃそれ本当俺も今ね、もう50万ぐらい包もうと思ったけど、いや違う、それは違う違う、女木さんそれこうやって普段どういう方、まあ、そんなことはないと思うけど、待ってください、いやあります、いやありますよじゃ結婚もないんですか僕。いやあってだからさ、はあ、子供生まれたら、うん、いや祝ってください。だからだってお前今全否定したじゃん、はい、それを。いや違う、それはそのホンダスイミングスクールっていうもうわっけのわからん、もうほんと絡んだことないような後輩芸人なんですよ可愛くない後輩芸人なんですよ。で僕可愛いじゃないですか大竹さんからしたら。誰が可愛いお前のどこが可愛いんだ。めちゃくちゃ可愛くて、うん、こんななんか大竹さんの、うん、うちの飼ってる染子の方が100倍可愛い。染子ちゃんは可愛い、じゃあ僕の方が絶対可愛い、うん、何や
いやもう そこだけ小声にして緩急つけんのやめて。いやほんまに緩急つけんや。だってそ大竹さんのこの茨の道そのまま歩いてんの僕ぐらいですけど、ね、やめろ俺の俺のことを引き合いに出すな。茨、ね、こんな茨の大竹ロード大竹ロードをてめえぶっ殺すよこれ。やめて。あちゃ大竹さんにそんなこと言わせるのやめて。人の道をもう一生懸命生きてきた道を否定しやがって。そんな道を綺麗に歩んでる、うんうん、この時代の令和に歩んでる芸人可愛くて仕方ないですよ。50万ぐらい包むっすよそら。パッて出たら何が。いやでもそういうことはないんだろう。だいやあります、絶対あります。何が結婚したら、うん、やっぱ今彼女とかいませんけど、うん、はい、今彼女いない。彼女いないです。はい、遊んでる方が、はい、数人いるだけで言わさないでくださいよなんでそれ言わすんですか毎回。もうだからこれ最低だよね。彼女いないけど遊んでる女がいるって言ってるんですよ。それも数人とおっしゃるでしょ。いや待ってくださいよ、何やってるんだよ。ちょっと待ってください。これさんが帰るわけよ、うん、それは全て大竹ロードでございます。時代が違う時代が違うってすごい。時代が違う。コンプライアンス時代のせいにしないでください。何や、時代が違うじゃないかと。いいな大竹ロード、うん、竹ロード、あの時代がいいな。70年前の話だよ。70年前の話だっていくつだろ。早く終わんねえかな令和俺こお前令和が早く終わんないか、はい、俺このコーナーが早く終わんないか。やめてくださいよ。終わろうか。終わりました。わかりました。はい、以上竹紳士交友録でした。お見送り芸人紳一さんありがとうございました。明日火曜日は中島竹さんがいらっしゃいます。喋ってんだから